よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマこちらです。そもそも今国が進めている福島の避難除染政策は甘いのではないかというふうなことなんですね。でこれ実はですね、先週の木曜日、被災者の方々が国を提訴しました。これ、郡山市とかですね、福島市に住む方なんですけど、いわゆる汚染のあった場所、そういうふうなところから避難されている人たちなんですけども、法律ができたのに支援されず1年以上放置されているというふうな話なんですよ。でその法律って何だっていうとですね、これなんです。ちょっと取ってみましょう。原発事故子ども被災者支援法、この子どもっていうところ覚えておいてくださいね。これからキーワードになってきますからね。その中にこの目的っていうのがあるんですが、一定基準以上の放射線量の地域に居住または居住して避難した人、特に子どもに配慮して生活支援を行うというふうな法律、これ議員立法でできました。ところがですね、この一定基準、ここにある一定基準、これがね決まらないんですよ。だから法律はあるんだけど支援が行われてないと、おかしいじゃないかというふうな、まあごもっともな訴えなんですけども、でその避難どういうふうになってんのか、これちょっとこちらで見ていただきたいんですけども、まずですね、このオレンジ色のところ、ここは国が指定して避難指示区域、住んじゃいけない場所です。ここはもう住まないでくださいというふうな場所。じゃあこの赤いところ、あ、これ赤に映ってますね。赤いところ以外のところっていうのは放射線量が十分低いのかというと、実はそうとも言い切れなくて、このオレンジ色のところ、こういうところはですね、年間5から20ミリシーベルトというふうな地域なんですね。場所によっては年間20ミリシーベルトというふうな場所もあるんです。でもこういうところの人はですね、基本的にこのさっきの法律の適用なんですけども、法律があるのに保障がほとんどないという状態なんですね。で一方でこの赤いところの方は月10万円の保障が一応出てます。でこういうふうな形になってるんですが、ここで今日の問題、今日のポイントなんですけども、まず一つ目、支援すべきは何ミリシーベルト以上の地域、つまりさっきここで言いましたけども、ここ5から20っていうところもあるわけです。でこれは十分高いというふうに言ってる専門家の方もいらっしゃるんですよね。じゃあ5なのか10なのか20なのか、それとも1なのか、これをまず考えなきゃいけませんよと。それからもう一つ、避難させる区域は今のままでいいのか、ここの赤い場所、この赤い場所以外の、例えばこういうオレンジ色の場所だって本当は住むのに不適なんじゃないかと、適してないんじゃないかと、こういうふうな部分を含めてどうも甘いんじゃないかと、今の状況はというふうなのが問題提起なんです。で今回まずですね、自治体の方に伺ってます。浪江町、浪江町っていうのはここを取っていただけますか、さっきのオレンジ色の住んじゃいけませんよっていうふうな区域に全部入ってるんですね、浪江町は。で全員避難されてます。そこの馬場町長さんに伺ってます。 VTR。浪江町の人口はおよそ2万1000人、そのうち福島県内におよそ1万4600人、県外におよそ6500人と、全住民が避難生活を強いられています。今避難されている浪江町民の方々のこれからの生活というふうなことを考える際にですね、もともとの浪江町に戻れるのかどうかっていうふうなことなんですけれども、まずその一番大きなその放射線の問題、除染ですけれども、これは町長はですね、除染っていうのは最終的に可能だと、つまり1ミリシーベルト以下にですね、町全体がなるということは、要するに何て言うんですか、現実的な意味として可能だというふうにお考えですか。まあ、今の除染の技術を考えればですね、まあ、なかなか難しいということなんですね。で私はどもは1ミリシーベルト以下に、とにかくしていただくように除染を続けていただきたい、しかしながらですね、今おっしゃるように現実的にでしからば、私どもが生活するのにですね、何ミリシーベルトが
いいのか、政府の方に基準の値を出してくださいという話をしてるんです。再三やってるんですよ。ところが全然その返答が来ないんです。明確な基準を示さない政府に不信感を抱く馬場町長、町民の帰還に関する意識はどうなのでしょうか。現在のですね、第3回目のアンケートの中では、はい、戻りたいという方 30% です、はい、それから戻りたいけれども戻れないという方が 40%、はい、もう完全に戻らないという方が 30% ですね、はい、でこの戻りたいという方には意外と高齢者の方がやっぱり多いんです。望郷の念が非常に強くてですね、まあ、ついの住処はやっぱり地元浪江町だということを思っていらっしゃる方がですね、非常に多いですね。一方若い町民は高齢者とは考え方が違うようです。特に県外に行ってる今6000名の方ですね、でこの方々はほとんど子どもさん、そして若い方々ですの で、そういう方々が新天地で生活をしていかなくてはならないと、それにではお金がかかると、だから移転保証という、はいはい、意義付けのね、ものを出していただく賠償もやっぱり必要だということですよね。ですから私ども行政としてはそういう方々戻れないという方々にはですね、そういう手厚いその支援をですね要請して国と東京電力にはですね要請していきたいなというふうには思ってますけどね。今のところは、はい、そういうその若い方で県外に、はいはい、越して、はい、まあ、そこでもう生活していこうという人に対しては、お金っていうのはどうなってるんですか。いや、 やっぱり一律なんですよ。10万円その月10万円だけですか。そうです。どれほどの汚染から保証するのか決めようとしない国の姿勢に本音が透けて見えると語る馬場町長。とにかく戻そう戻そうという、はあ、発想でね、やってきてるもんですから、ですから賠償も中途半端、除染の考え方も中途半端、はい、みんな中途半端になってしまうんですね。ところがその戻そう戻そう、はい、で戻せば戻すような意向になれば、自分たちはもう原発はの事故はもう終わりだと、なかったこと、なかったことにしようという、そういうのがですね、こう明らかに見えますね。ああ、そうですか。はいはい、今のキャリア見てますとね、水のツイッターありましたけども、ああいうような状況ですよ。田舎の議会が云々で、ね、なんていうか人をバカにしたような、はいはい、ツイートがありましたね。はい、これはとってもね、原発の事故惨状が今続いている状況、それを本当に無視してるっていうか、軽視してるっていう、もうあれが本音だっていうふうに思いますよね。これですね、国はとにかく戻そう戻そうというふうに考えているように感じるんだということなんですが、じゃあなんで戻そう戻そうなんだろうというふうな話がこの次に出てきますけども、